皆さんこんにちは。私たち Not Equal Me です。はい、今日の企画は Not Equal Me のカラオケ王を決めよう採点対決。わーい、イエーイ。カラオケよく来る人。はい、お私は月に2、3、4回ぐらい。いやーすごい、週1ぐらい来てるんだ。そうですね。あんたは？私も結構なんか空き時間見つけては一人で行く、うん、でも人とは全然あんまり来ない。私あんま行かないんですけど。あ、そうなんだ、うん、久々のカラオケ。え、久々も何もなんか、あ、もう本当に行かないとか、最近とか。前さ、なんかさ、あのなんか曲を練習しなきゃいけない時にさ、2人で入って一人一人別々の中で。そう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 みたいなのがあるけど自分で休みの日行ってみようとか、うんうん、あんまないね、うん、それでは早速行ってみましょう。おう、順番はどうしますか？じゃんけんで勝った人からにしよう。オッケーオッケーオッケー。最初はグー、じゃんけんパー。わかった。マジ3番も決めてくれたね。最初はグー、じゃんけんパー。はい、行こうでしょ。応援ガンガン。では、ナナカが1番目、ももちゃんが2番目、私が3番目になりました。では、ナナカ、心の準備はいいですか？はい、緑黄色社会さんのメラでいきます。おそれでは、お願いします。今なんじゃない、thank you.
何を歌うんですか？はい、私はスマイレージさんの寒いねを歌わせていただきます。ではミュージックスタート。
確かにメンバーとよく行ってるもんね。そうそうそう、生まれてきてるものがあるね。確かにオーディションしてる気持ちだったもん。ヘラヘラしてたけど、よし、2人の余韻でなお腹いっぱい食べるじゃん。ゆいさんのハローパラダイスキス。おー、歌います。お願いします。次はなんて言うんだ。